来ましたね。来ましたね、とうとう。親便が。さあ、こちらです。ちょっとカプリカに似てない。登場会計松金組。規模としてはさほどでもない。行家組長の松金貢は、俺にとっても、海藤さんにとっても、親父だ。はい、かっこいい。八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、ターボー。ターボー。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。かっこいいな、なんか、ね、あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。すごいね、うん、元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。え、それも絡むの。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい、うん、俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。兄弟分。10年前、うん、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。お、相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。言うで、言うな。浜田の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ、ターボも手貸してくれんのか。すげえ。神室町に協力会の拠点があるだろ。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ、分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。やっぱ技術系だよな。よく知らないけど、ね、絶対そうだよね。関西の大手だ。お、え？で、その梶平系列で KJ アートってのが千両通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。千両通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。気になる、うん、今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びで。お忍びでよ。来ちゃうの。ああ、もちろん来ちゃうの。それは勘弁しようとは言えない。言えない。もうおやすさんだからね。あ、あいつだ。頑張って頑張って。あいつだ。海藤さん、おやさんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだ。いや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 、それは出会って確かめちゃう。いやいや、となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か。お、ドローンですよ。それもあるかもな。了解だ。今バックヤードのカメラないから。俺もすぐ KJ アートに行くんだ。緊急事態レベルで。もしもし、カイトだ。 KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ。 KJ アートに向かって右見ろ。分かった。見つけるね。俺も今そっちに行く。よ、ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり協力会のアジトか。間違いねえ。間違いねえ。村瀬はいたか。見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん、しっかり見た。ああ、ああ、一応な。下しっかり入ってるよ。今度は俺がやってみる。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。おい、あれ、やっとだ、やっとだ。1分ぐらいかかったよ。めっちゃかかったよ、これ。幕が開く。え？くそ。
どこの部屋に行ったら探そうぜ。いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ。さすがだぜ。タボ。難しすぎでしょ。タボ超むずいよ。操作むずいもん。タボやば。フロア奥の個室か。やろう。自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か。どう攻めていくかな。なんとかビルの壁をよじ登ってみて、で開いてる窓があればそこから忍び込んで。結構無茶じゃねえか。壁よじ登るにもまあまあ人目があるしよ。いや、そうだな。窓から入り込んだってそこに人がいたらアウトだぞ。あれだよな。だよな。他の考えもあるんだよな。プラン B はなんだ。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろ。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかね。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ああ、あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。あ、壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど。そうか、冴えてるじゃねえか。お前本当にタボか。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはここから見張ってて。おう、それじゃ作戦開始だ。あかんよピッキングは。さてこいつを止めるには蹴る。止め方すごく斬新。我ながらいい壊しっぷりだ。最悪だよ。し、それん。もしもし。ダボ、作業服は買えたか。ああ、今買ったところだ。そうか、じゃあすぐこっちに来い。 KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り、急いでそっちに向かう。よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。分かってるって。確かに。じゃあな。来ましたね。